皆さんこんばんは、モナリザクロームでございます。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。さて皆さん、昨日私はフィルムカメラ、一眼レフカメラ、ミラーレスカメラの違いについての講義をしました。学生からは思わぬ反響がありましたので、今夜はそのことについて語ります。まず驚いたのは、この講義のためにカメラを持ってきた学生がいたということですよ。そして終了後に、これ見て、僕の撮った写真も見てくださいとかね。まあこんな学生がね、キラキラ近寄ってきていろいろなものを見せようとするっていうのは、いやーすごいなと思いましたね。まあ、毎年やってることなんですけど、だんだんそのカメラへの関心というものが高まっているような気がしますね。で、基本的にね、昨日は、フィルムカメラというものを説明し、コダックからですね、そして一眼レフカメラ、さらにはミラーレスカメラ、特にこの一眼レフカメラとミラーレスカメラっていうものに対してはものすごく興味を持っているぞっていうことを肌感覚で感じました。で、カメラの3要素、感度、シャッタースピード、絞り、これらについて説明すると、もう必死にメモを取ってるんですよね。彼らはスマホを持ってますよね。そして毎日あるいは時々カシャって撮影をして楽しむ、レタッチをして SNS に投稿したりとかね、もう日常にカメラを利用しているんですよ。フィルターを使ってこうちょっとおしゃれなものにしたりとか、いろんな加工も彼らは常にやっているわけですよね。レタッチなんかお手のものですよ。そういう彼らではあるんですけれども、実際にカメラの中ってどうなってて、光がどう来てどのように記録されるのかということについては、実はほとんどわからないんですね。ですからこういう説明をすると、もう本当に目をキラキラさせて、話を聞くんですよ。みんなが持っているスマホ、それで撮る写真っていうのは特徴があります。パンフォーカスといって、ほとんど全てにピントが合った写真になります。ですから失敗しない。誰が撮っても同じものを撮れる。じゃあこの写真見てください。で、見せるじゃないですか。ってなるわけですね。この写真はスマホで撮れると思いますか？撮れないっす。こういうカメラでないと絶対に撮れないんですよ。スマホの中にポートレートモードがあって、それを使うとボケたものができます。でもそれってみんながフォトショップを使って加工しているのと同じなんですよ。ある意味では不自然なボケなんです。こういうレンズ交換式の明るいカメラを使うと綺麗な本当のボケ、それを作ることができるんですよ。そういういろいろな話をした後、レポートを見るとですね、本当にびっちり書いてあるんですよ。で、まあ代表的なものを言いますと、一眼レフカメラが欲しくなった、ぜひフィルムカメラ
安いものを手に入れてフィルム撮影をしてみたい。お金を貯めたので、今14万円あります。なので、ミラーレスを買いに行きます。ニコン F のカメラの写真を見て、そのかっこよさに驚きました。欲しいです。やっぱりね、今の学生が見ても F はかっこいいんですね。映るんです。楽しそうです。使ってみたい。スマホと一眼カメラの写真には圧倒的な差があることに気がつきました。父が使っていた一眼レフが家にある。それをもらおう。そして写真を撮りたい。これいいっすよね。お父さんの一眼レフ、家の中で絶対眠ってると思いますから、ゲットした方がいいよ。一眼レフの機能や使い方を初めて理解しました。ここですね。こういうコメントが結構多かったですね。まあ、この中身ばかりではなくて、他にも現像、マンレイについても説明したりしてました。ちょっと幅広い感じです。その前の講義の時には、すでにカメラの歴史、写真の歴史、お話ししてますので、あの時よりはるかに食いつきが良かったですね。そこで、私は学生に2つのことを要求します。まず今、一眼レフやミラーレスを持ってない人は、手に入れなさい。買ってください。スマホ以外で写真を撮るということをしてください。そうすると、これまで抱いていた写真のイメージが変わります。写真、カメラとはどういうものなのか、どういう表現ができるのかっていう根本のところを知ることができるよ。だから、ぜひ手に入れて使ってみてください。今女の子の方がね、積極的にミラーレスカメラ買ってますね。で、男子学生は意外と一眼レフカメラが多かったりするんですよね。面白い傾向です。実は学生でも一眼レフやミラーレスを持ってる人がいます。で、彼らはほとんどキットレンズを使います。まあ、35mm 版換算で24から、まあ、70とかね、そのぐらいですね。APS-C がほとんどですから18mm からとか16mm からとか、例のやつですよ。明るさが 3.5 から 5.5 とか、そういうレンズですね。そのレンズはもう使わない。捨ててもいい。安くてもいいから単焦点レンズを一本買ってごらん。そしてそれをつけて写真を撮ってごらんっていう話をしたんですよね。便利なものを使いすぎるために弊害が生まれるんですよ。私たちの頃はズームレンズはまだそんなに一般的ではなかった。当然カメラを買ったら50ミリ。これが一般的な時代です。ですから、まあこんな感じでね、絞りだとか、シャッタースピードとか、常にこう意識しながら撮影するじゃないですか。でも、ズームレンズを持って、A、オートで撮影するわけですよね。何も考えないですよね。考える機会を作らなければならない。そのためには、単焦点レンズを買ってくださいと言いたかったんですよ。で、そもそもね、今初心者が手元にズームレンズを持っているとどういうことが起こるか。ズームレンズがある、まずカメラを持ったら画角をどうするか考えますね。そして、あ、このぐらいがちょうどいいな
って言ってシャッターを切って終わりですよね。他のことは考えない。スマホだってこの画角でいいなってカシャッですよね。つまりね、撮影の基本は画角作りになってんですよ。それ以上でも以下でもない。他のことはもう考えない、あるいは後回しになっている。これが現実なんです。ですから昨日私の話を聞いて学生はびっくりしたんです。えっていろんな表現があるんだ。単焦点レンズを持つと画角を決めるためにまず移動します。入らねえ、ちょっと下がろうとかね、そうなりますよね。自分の足で画角、あ、50ミリってこんなもんなんだ、あ、24ミリって広く使えるんだな、今まで全く意識しなかった24とか35とか50とか70とか意識するようになりますよね。それが自分と被写体との距離の関係になっているということに気がつくようになるんです。ズームでくるくる回しててもね、考えないですよ。あ、これは35ミリぐらいがいいんだなっていうことが分かるようになる。カメラ構えました。ズームの場合はもうここ回すことだけですけど、もう画角が決まって構えるとここで余裕が生まれますね。しかも単焦点ですから明るい。あれ明るいなとか、キットレンズでは体験しないような現象をきっといろいろ体験する。あるいは余裕がありますから、シャッタースピードをちょっと変えてみようかなとかね、今まで考えなかったことに少し目が行くようになるんですよ。単焦点レンズを買うっていうことは、絞りだとか露出だとかシャッタースピードに目が向くようになるんですよね。そして先ほど言った画角という意識も生まれる。で、これを知った上でズームレンズを使うと、ズームレンズを上手に使えるようになるんですよ。最初に買ったキットレンズ 3.5 から 5.5 でずっと撮り続ける、 F4 透視のちょっといいレンズ買おうって撮る、これでずっと終わったらどうですか。その人は 1.8 とか 2.0 とか 1.4 の世界を知らないまま終わるんですよ。こんな美味しいものがあるのに知らないで撮影し続けるんですよ。これはね、私にしてみると不幸なことだと思いますよ。ですから教えてあげなければならないんですよね。ズームレンズを捨てなさいっていうのはそういうことになります。で、昨日の講義が終わって、カメラを持ってきた学生がいたんですけども、その自分が撮影した写真をね、いろいろ見せてくれたりしたんですけども、生き生きしてるんですよね、その姿がね。それからある女の子はこうやってきて、コダックの私が見せたフィルムカメラを持ってるって言うんですよね。で、だけど壊れて今使えないけど使ってみたいのでちょっと考えてみますとかね、いろんなお話をねしていましたね。共通してるのはみんな笑顔で楽しそう。どうやらカメラは学生をも元気にするようです。ということで、今夜も最後までご視聴いただきありがとうございます。